ならギブワンとテイク。 Freedom You gotta give a one today. Haven't known I were this young boy. Didn't know what I wanted to be. Didn't know what I wanted to be. I want every little hungry school girl pride and joy. Guess it was enough for me. Guess it was enough for me. Win the race, preach your face. Brand new clothes and a big fan place. And a rock and roll TV. Rock and roll TV. But to play the way they play the game, it's not the same, no way. Think I'm gonna get the same. Back your singing in the rain. I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make a man. All we have to do now, take these lies, make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you, and you don't belong to me. Yeah, yeah, freedom. ありがとうございました。ありがとうございます。お初にお目にかかります。たつりき&ザ・ダブルリーチです。よろしくお願いします。今日はあの素敵な会場ですね。もう満員で入ってくださるっていう。で、私自身あのマンダラっていう会場、あのこちらで出させていただくの初めてなんですけども、本当あの入った瞬間もまずあのテーブルクロスが赤いっていうですね。これがまあすごいおしゃれだなと。本当にありがとうございます。こういう機会をいただきまして。で、我々あのたつりき&ザ・ダブルリーチって言うんですけれども、もともとはですね、あのこの黒い3人がですね、あのジュースっていうコーラスグループで、あの8人で歌わせていただいているんですけれども、その男性メンバーだけで結成したグループで、達郎&ザ・ダブルリーチというので何回かライブで歌わせていただいたんですけれども、今日はまた違 う今もうね、あの単独で活動中ですけれども、以前そういうあのコーラスの方のつながりで、リッキー君が
今日サポートで入ってくださってメインボーカルで、はい、お願いします。リッキー、お願いします。頑張る。そしてあの楽器ですね、あのギター、ヨッシー。そして、パーカッション、トミー。そしてメインボーカル2人で、あの1人があの達郎と申します。よろしくお願いします。今日あの本当に天気がね、ちょっと今日明日ライブだなって言って、昨日の晩にちょっと早く寝たんですけど、3時ぐらいに起きまして、なんかすごい雨でしたよね。3時夜中、知らないですか。多分ね、雨の音で起きたんですよ。多分緊張してたんだと思うんですけど、そしたらもう今日土砂降りかと、もう完全にもう完全にテンションがこう落ちてしまって、で今日昼にリハをやったんですけど、全然歌えないっていうですね。全然元気がなくて、まあまあちょっとどうなるかなと思ったんですけど、その後がっつりちょっと声を出して今日あの臨んできております。なんで今日はちょっとね、あと4曲ぐらい、4曲かな、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。長めにあるんですけど、うん、はい。で、次に曲、歌う曲はですね、まあ、本来の、まあ、本来というか、よくあの我々コーラスをやってるんでですね、今日アカペラを1曲披露させていただきたいなと。楽器なし でリードボーカル、リッキー、よろしくお願いします。
間違えましたしね。わからない時もあるから。ちょっと、僕背中つりました。いろんなことが起こっていたんですね。アカペラって緊張しますよね。本当に素敵な歌を歌ってくれたリッキーですけれども、もうどうなることやらとね。昨日高熱、夏をね出して風邪ひきましてですね、前日のリハやろうって言ったのを休みまして、で1日休みますと。もう一日中飯食って薬飲んで寝て、飯食って薬飲んで寝てを24時間繰り返してやっと持ちこたえたってこと。で今日に向けて彼結婚してるんですけれども、奥様が蜂蜜をね、こんな6000円ぐらいのすごいいい蜂蜜を買って、あ、いい歌を歌ってくださいと言って、それはどうでしたか？それは効果抜群でした。すぐ、はい、ああ、もう喉のね、殺菌効果があるっていうことで。そうなんですよ。すごく、どこのあれですか？なんかニュージーランドとかの蜂蜜みたいで、ね、もう殺菌能力が。今日はそれをね、こう、ふんだんに、あとさっき、龍角散もさっき、しっかり投入して歌ってるので、次はですね、今日そもそもですね、選曲すごくバラバラで今日歌います。日本の歌も歌うんですが、先のようなアメリカ、海外のですね、英語の歌も歌いながら、いろいろなジャンルをちょっと歌わせていただきたいなと。で、次歌うのはちょっと和風な感じの歌でして、ちょっともう見えてるんですけど、マンドリンっていうですね、楽器を使って、あまりこう、レアはレアですね。あまり聞こう。そう。で、この3人グループで歌ったときに、買って、わざわざ、新調して、購入しました。いただいたという。で、しかもですね、前回ライブをやったときにですね、トミさん、お腹下しまして。それは言わなくて、言わなくていい情報です。で2番途中飛ばすっていうですね、いきなりもうエンディングに入るっていう致命的な今日はそのリベンジをしたいというところで、はい、ちょっと花鳥風月っていう歌を歌います。ちょっと私ちょっと出していただきます。じゃあお願いします。一と二と三少ない風
長風月という、ありがとうございます。じゃあもう残すところあと2曲ですけれども、そうですね、はい、このリキ君はですね、本当にあの変な男でございまして歌うまいんですよね。歌うまいんです。あ、うまいなと。で、もう本当にストイックで、もうずっと練習を毎日のようにですね、する子なんですよ。そうなんです。で、はい。で、僕それ、まあ、聞いて、でライブとかどうっていう話とかをすると、いや出たことないんですよとか、結構ですね、あまりこう表に出ないタイプっていうかですね、もう完全にこうなんていうか、こう。こういう刃物をですね、こういうこれ研いでひたすら研いでさらに戻すっていうですねそういう人生をね、ずっとこう研いでひたすらピカピカに切れ味、めちゃくちゃ切れ味がある研いで戻す、さらに戻すっていう風にずっとやってきて、いやもうそれね、戦に出ようよという話をよくね、するんですよね。だ今日もちょっと引っ張り出してですね、ちょっと一緒に歌ってくれというふうに声をかけて参加させていただいて、でもともとボズミュージックさんとこのトミーさんがですね、本当にパーカッションとかですね、はい、大変お世話になって、トミーさんのつながりでというか今回出させていただきまして、本当に素敵な場所で歌わせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で、次の曲なんですけど、これが一応今回のメインソングということで一番時間をかけた曲になります。でメインボーカルリッキーで、お願いします。はい、歌います。ちょっと、なんていう曲だったっけ、I See Fire です。 I See Fire という、はい、
何か思い入れがあるんですね。そうなんです。これは 2,3 年前のホビットの映画の主題歌だったんですけど、ホビットだね。そう、もうこれを映画館でもエンディングで流れたのを聞いてドカーンともう衝撃を受けて、でもこれは何としても歌いたいっていう夢がずっとあってですね、それを今回やっと夢が実現したっていう、だからもう楽しみで、歌うの楽しみでしょうがないんですけど、うん、I see fire。 じゃあどうすか、入っていいですか。でも、うん、大丈夫です。じゃあ行きましょう。いいですか。はい、思い残すことはないですか。ないです。お米の竹をね、はい。Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over New Orleans.Crashing to
shot up on the ground. Hear my people screaming now. I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire blood in the breeze. I see fire. Oh, you know I saw a city burn down. I see fire. Feel the heat upon my skin, yeah. I see fire. Woo-hoo. I see fire. Burn over on the mountains. I see fire. Oh, you know I saw a city. アイシーファイヤーいかがでしたか？いかがでしたか？いかがですか？じゃあ次が最後の曲、サマーレイン。歌います。聴いてください。夜空を揺さぶる夏の稲光、怯える君を青く照らす。トミー
さえ沈みそうな水平線、明かりのない夜を探し浮ぶ抜けたなら、今一人裸に悩んで過ぎた夏海に流す、まだ君は服着たままで星拾う真夏のベリー、今君と雨にぶたられ、あの夏を洗い流す、僕の中消えた砂のような思い出、8月の雨に打たれ踊る傘も放り投げて、濡れた体寄せて背中に代表者リリッキさん、ちょっとインタビューをさせていただいていいですか。はい、皆さんどうぞどうぞ、こちらへどうぞどうぞ、はい、続いと行っちゃってください。ありがとうございます。こちらのマイクでお願いします。いや、素敵なライブでした。でも4人でなさるのは初めてだってお伺いしたんですけれども。そうなんです、もう前から顔なじみではあったんですけど、はい、もう彼らのライブに僕は呼んでもらって、はい、あ、そうなんですね、すごいなー、すごい並んでくださってる。あ、じゃあ一言一言なんかいただいちゃいましょうか。あ、いいですよ、せっかくなんで。あ、俺みたいな感じ。はい、お疲れ様です。あ、よかった、続いと、はい、せっかくカメラとかもあるんで。よかった、続いと。はい、どうでしたか、4人で、まあ、初ライブ。あの、私ちょっと聞いたんですけど、はい、まあ、リッキーさんとの大の仲良しだって、大の仲良しだってお伺いしたんですけれども。そうですかね。はい、もう、いや、もっとね、分かんないです、まだ、はい、そう、音楽の本当にずっと一緒に高め合える相手というか、はい、あー、もう、なんですかね、親友以上のもっとそのまた違う形でってことですよね。そうですね。あ、すごい強いね、絆があるんだろうなとは思います。じゃあ次に、はい、ヨッシーさん。はい、なんかせっかくなんで順番で。いろいろ持ってますけど、はい、な、大丈夫ですか。ありがとうございました。気持ちよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、どうでしたか。はい、もう、 いや、もう気持ちよかったです。温かいお客さんばっかりでも。なるほど、ね、生かされてるって感じが。じゃあせっかくなんで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またね、ぜひあのライブいらしてください。はい、じゃあ、あ、そうですね、はい、あれ、もう次は、あれ、もう一人いましたよね、確か。もう一人います。あれ、え、みんな呼んでくれないと来ないのかな、もしかして。トミー。元気ですね、トミーさん。お疲れ様で、あ、マイク持ってくださいね。お疲れ様でした、トミーさん。素敵でした、本当に。あの、もう取ってつけたみたいに、いや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 、もう心の底、今日はね、普通の方だったんで。普通の方ですね。知らない方もいますからね。あの、すいません、普通人、あ、人間、はい、いや、まあいいや、それは置いといて、どうでしたか、4人で。あの、はい、緊張しましたね。うん、
なんか分かりました、それはすごく伝わってきました。手に汗が大丈夫になりました。はい、もうめったに緊張なさらず、もうバシバシとやってくださる方なんですけども、今日はすいません、すごく伝わってきました。あ、そうですか。はい、でもね、初めて4人でライブされて、そうですね、はい、歌仲間で、うん、ね、今後とかまた4人でなんか活動は、ね、今回こんな、ね、はい、素敵なステージに、はい、呼んでいただいて、はい、はい、もうなんかね、彼らがみんな言いたいこと言ってくれたんで、そうですね、なんか今あんまりないんですけど、なんかあれですよね、一言言ってわらわら帰っちゃったみたいな、そうですね、すごい早いどうも、わかりました、ありがとうございました。はい、大きな拍手お願いします。あ、マイクいただきますよ。はい、ありがとうございました。皆さんね、多分ね、あまり MC が得意じゃない方たちが多い、多分ね、緊張なさってるのもあるとは思うんですけどねなんでね、まあ、一言一言、まあ、最初のね、打ち合わせの時あんまり話せませんってことは聞いてたんですけどはい、でも本当ね、素敵な歌声で、またね、ぜひ4人で、ライブしてるのをね、見させていただけたらなと思います。はい、次がですね、足立ゆき子さんのステージになります。まあ、準備が整い次第、スタートいたしますので、ごゆっくりご覧くださいませ。